みたな。よい子は神経質すぎるんだ。だって気味が悪いんですもの。戦慄そして怪奇、百年の昔から現代にまでたたる恐るべき怪病の怨霊、その奇怪なる物語とは。そのような卑怯な打ち方をなさるお相手は拙者ごめんこもります。何を卑怯だ。過労に対して卑怯とは何だ。もう一度言ってみろ。新之丞様、嬉しいは存じまするが、八重は身分の卑しい女に。何を申す。そなたにこの新之丞の気持ちが分からぬのか。ご家老様、お戯れ。戯れではない。こちらへ来ぬか。これいけません。ご家老様、お話しくださいませ。何、八重を嫁に。たわけ者め。八重とも固く言い交わしたらこと、お願いいたします。ならん。どうしたのじゃ、その変わり果てた姿。ご金吾の敵。うん、これはうざととご隠居さん、久しく怪病の死。新東宝がまたまた皆様の待望に応えて送る怪談映画決定版、大倉社長指揮のもと、新東宝のベストスタッフが総力を結集した身の毛もよらず迫力巨編、総天然色大ベスト映画、亡霊怪病屋敷、亡霊怪病屋敷、亡霊怪病屋敷にご期待ください。